ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの立順です。よろしくお願いします。昨日ですね、まあ渋谷界隈も、まあ僕渋谷駅にはほとんど行かないんですよ。渋谷近いんですけど、非常に、まあ自転車歩いても行けるんですけど、歩くとちょっとね汗かいちゃうぐらい遠いんですけど、まあ、チャリだったら、ただね、渋谷って言うけど、昨日もちょっとなんか名古屋の、名古屋から最近東京に転職した友人がいまして、この時期に東京来るんだとか思いながら、まあ、東京好きなね、まあ出張で来てたの好きですけど、渋谷の話になって、まあ、会話というか、メッセンジャーなんですけど、まあ女性なんですけど、別に普通に友達なんですけど、古い。で、渋谷なんて行かないよって、まだね、僕よりお若い方なんですけど、行かないよって、渋谷って言っても、僕ツイッターにも書いてたんですけど、渋谷の駅はね、ほとんど、僕電車乗らないんで、自転車が好きなんで、渋谷の駅前はね、ほとんど行かないんですよ。渋谷ってね、まあ、表参道や明治神宮も行けるし、代官山、まあ、渋谷からね、代官山なんて、あることも全然歩けるし、渋谷ってめちゃめちゃ広い街なんで、渋谷区っていうともっと広いし、落ち着いたね、静かないい店とか場所結構いっぱいあるんですよ。まあ、表参道とかも渋谷つや渋谷なんですけどね、僕から。まあ、ちょっと歩くけど、そんな大した距離じゃないですけど、まあ、いろんな店とか密集してて、で、なんか小池さんがね、対策で、それも駅前の方なんですけど、無料でね、ワクチンやるって言ったら、行列で300人並んでて、本末転倒というか、まあ、僕ぐらいのおじさんになると、まあ、僕は割と、渋谷区に住んでた、今違うんですけど、もうあるし、そうすると区役所が渋谷駅からね、ちょっと行ったとこだし、会社も恵比寿とかにもあったりとか、まあ、そんなに行ってないですよ。けど、渋谷からちょっと離れたとこにはよく行くっていうのは変わらなくて、なんかね、地方の人、渋谷の駅前だと思ってるんですよ、10。あんの行かないですよ。渋谷からね、結構離れて、まあ、明治通りとか、明治通りっていう大きいとこ、原宿に向かうとかね、すごい広いんですよ、本当に。地図で見ると分かるけど、ドーナツ型っていうかね、まあ、どうしても地方の知らない人は渋谷、駅前っていう感覚あるじゃないですか。そもそも、駅前っていう感覚は東京って違うんですよ。駅前でも、駅から20分ぐらい歩くぐらいも全然駅前、30分でも駅前かもしれないですね。まあ、物がいっぱいあるんで、街や、店や、ビルは。なんで結構、飽きないっていうか、その田んぼを歩くわけじゃないんで、まあ、気づくと、2駅ぐらい歩いちゃうんですよね、東京って。まあ、そういう意味じゃあれなんですけど、その渋谷駅で、愚策だなっていう、そんな、ね、で、まあ、インターネットで、アウトレットモール、まあ、千葉や埼玉や神奈川だと、イオンモールみたいな、ああいうとこ行くんですけど、東京はあんまなくてですね、で、あっても行かないっすね、あんまり多分。んで、まあ、ドン・キホーテ的なものも、あるんですけど、あんま人気ないっすね。つい先日、下北沢の方にも、なんか、ドン・キホーテができて、地方都市みたいなんだけど、どうですかね、下北沢でドン・キホーテはね、結構思い切ってるなと思いますけど、あんまり僕の印象では、お客さんはいないかなって感じですね。渋谷とかああいうカルチャーがあるとこって、あんまり地方にある店、行かないんですよ。だって自分の地元にあるから。その地方都市にある、住んでる人が飽きたから、東京の都心部に来るわけで、そんな同じとこ行くわけないじゃないですか。で、僕、コンビニだと、イオンのグループの、コンビニもあんま好きじゃないんですよね。なんか地方、名古屋とか地方都市にはそのイオンばっかなんで、ちょっとなんか見たくないっていうか、まあ要はユニクロにずっと囲まれてるみたいな。別にユニクロも別に
いとは思うんですけど、なんかつまんないじゃないですか人生。なんかいろんな、ずっと寿司ばっか食えないし、ずっとお菓子ばっか食えないし、こういろんなもの、ずっとパンも食べれないし、なんでちょっと東京のあの良さって、こういろんなわけのわかんないやっぱ店があるっていうところなんで、コンビニばっかも嫌だし、あと人ですよね、いろんな人がいるっていうところもいいと思うんですけど、なんかそうなんですよ。で、あの愚策だなと思って、その300人も集まると思わなかったって思うだろうみたいな、小学生でもわかりますよね。あので、若者が、まあ、注射打ちたくない人が多いって言ってるんですけど、そんなことなくて、打ちたいんだけどめんどくさいんですよあれ。あのその日にやりたいっていう、ただそんだけなんで。あと人口舐めすぎですよね。東京って千葉や神奈川や埼玉、まあ大阪名古屋からも結構渋谷なんているんで、暇な、あと山梨とかも全然、茨城では栃木も車で来るんですよ渋谷なんか特にメジャーな街は、なんかドライブがてら、地方の人、新宿や渋谷にもね、とんでもないナンバーがたまにいるんですけど、あれ多分彼女とか友達同士で行くべーみたいな、行くっぺーみたいな、あの名古屋人もね、名古屋ナンバーとかあれ多分名古屋から学生が暇で来てんだろうなと思って、運転やっぱ下手なんですよ。やっぱ東京ってそういう街なんで、まあ、高速道路でね、まあ、便利じゃないですか東京なんて。で、2時間遠いって言っても若者にとって2時間のドライブなんてむしろ楽しいみたいなことがあるんで、まあだから悪さをして、今回の25歳の白金台で捕まった、ありますよね事件、白金高輪駅で硫酸を撒いた25歳のあれ、静岡市の人、東京の人じゃないんですよ。だからああいう、やっぱその割とそのね、変なことをする人は都民に、僕23区の都心にはいない、ちょっと離れた田舎の人、まあわかんない、奥多摩とか、そのちょっと千葉、東京は人いるけど、東京の23区の都心部の住民はやっぱりちゃんとした人多いし、人が多いんで、やっぱりこうなんかやったら見つけてこう退治する人もいるのでまあ多分白金高輪ってあのそんなにいないんですよ、あの都会で、僕あの割と詳しいエリアなんですけど、なんで人がちょっと田舎みたいに 都会すぎて、都会っていうか閑静な住宅街なんで、降りる人、登る人、あれ、品川だったら全員取り押さえるんですよ。渋谷とかだったら。白金高輪って人気がないので、ちょっと田舎も、静岡市の田舎のもう、硫酸巻いて逃げやすいみたいな、多分そういうのも分かってたのか、雰囲気で見てやったのか、多分ね、東海、すげえ人口の多い有名な駅ではね、あの犯罪はできなかった。まあ今、指名手配中なんで、まあもう顔もバレてね、多分まあ、自主、ね、だから捕まえられるか、まあ、親が説得するかね、シュッとするしかないんですけど、まあこれね、いろんな人がいるし、テロもあるしね、注意したいんですけど、ということでね、まあ、そのワクチン僕1回打って、あのもうまだ痛い、ちょっと痛いですけど、打った場所はまあ全然熱も全く出ないし、倦怠感もゼロなんで、ファイザーこれまあ2回目ちょっとまた微熱で出るぐらいかなって、まあ9月に入ったら2回目なんで、打ちたいと思います。まあでも結局打ってもかかる人いるし、まあ、マスクはね必須で、でまあ空気感染がほとんどなんで、まああの人混みの密のとこはやっぱり行かない方がいいっていうね、まあ、自転車乗ったり、まあ、電車で混んでる時はもうとにかく黙ってるとかね、抑えるとかね、お店かカフェとか食べない、外食もする人もいると思うんですけど、そういうところではまあ注意すると、いくら友達、あとね親しい友達と会っても必ずマスクするっていうかね、その差別じゃないですけど、親しいから外すみたいな人が多いと思うんですよ。僕なんかどうもね、島内を見てて親しい仲のいいお友達同士だとマスクしてもすごい喋ってる人多いんで、親しき中でもねこう気を使えばそんなに映らないかなとは思います。あのなんか芸能人でも映ってる人ってなんかすごい喋りそうな人多いじゃないですか。
とは思います。あの喋りそうっていうかこうめちゃくちゃ親しみやすい人が映ってる。あれは多分家族とかそういう人ともすごい喋る人だと思うので、まあ、そこをねそういう時はマスク外してると思うんですよ多分そういう人って。家庭内感染だから、そ家庭内でもいくら子供親おばあちゃんおじいちゃんでもこうマスクした方がいいと思います。それではバイ。